リンゴのふるさと等の名物はカッパ、風光明媚ないいところ、名物はカッパ、美味しいどぶろくが飲めるところ、名物はカッパ、そして隠れた名物がジンギスカンということで、遠野でジンギスカンを食べたいと思います。何かにせき立てられるように走り続けなければならない現代社会、仕事の合間を縫い心のオアシスを求めさまよい歩く。ある時男はバイクに出会い、魂をぐっとつかまれる。時には大自然を求め、時には仕事を忘れるかのように街を流し、人生の相棒バイクと共に走り抜く。それが何になるのだろう。しかし俺はバイクと共に旅に出るのだ。こちらのお店でジンギスカンゲット。お肉屋さんに焼き加減を聞いてみたら、牛肉と一緒で焼きすぎないこと、少し赤い汁が滴る具合がいいとのこと。さてそこら辺の河原に行こう。のライダー、今日のランチはここで食べよう。あれ出ない。やっぱ焼肉には白飯でしょ。今日の主役、よし、いい感じ、ブラシに入ろう。さて、行っちゃいます。うめえ。
午後の紅茶タイム。